皆様こんばんは。 LJL2021 プレーオフラウンド2マッチ2の模様をお送りしております。ゲーム1では戦国ゲーミング VS V3 スポーツでは戦国ゲーミングが勝利しましたが、振り返りとしてブレイクダウンなどを確認していきましょう、さあこのようになりましたがいかがでしょうか。まあ、まずおおむね戦国ゲーミングがやりたいゲームをできたのかなっていうような1ゲーム目になったと思います。やはりボットレーンのガンゴ選手にしっかりとゴールを集めてスノーボールを行っていって集団戦まできっちりと勝っていっての素晴らしい勝利だったと思います。まあ、このゴールドグラフを見ていただいて分かる通り、まあ、一度もこう V3 スポーツに大きな有利を渡すことなく試合展開できてますからね。やはり戦国ゲーミングがここまで調子の良さっていうのをここもしっかりとゲーム1でも見せていったのかなっていうような試合だったと思います。はい、さあリクルさんいかがでしょうか。まあ、特筆すべき点はやはりミッドレーナー同士でちょっと差が開いてしまっているというところですかね。ラムネ選手はしっかりと安定して序盤作り上げてなおかつ2万、ダメージとしっかりガンゴ選手並ぶダメージが出せている。一方でエース選手としてはちょっと連戦のところから、まあ、クラス選手のガンクっていうところも相まってかなり苦しんでいた。最終的にはこう3レベル差開くシーンなんていうのを見受けられたぐらいちょっとへこまされてしまったのかなという印象はありますね。なるほど。はい、さあ他は気になる点などございますか。そうですね、ちょっとこの試合に関してはドラフトの話をちょっと深く見ていきたいんですけれども、ドラフトオーダーがそうですね、このようになってるんですよね。戦国ゲーミングはブルーサイドを選択ということで始まったこのドラフトなんですが、ファーストピックのウディア、ここからかなり戦国ゲーミングが練られたドラフトをしているなっていうような印象ありましたね。ここでウディアを取ったことによって V3 e スポーツはほぼこのスレッシュっていうのをファーストピックで取らなくてはいけないような状況になってしまいましたよね。というのもここでもしスレッシュ以外レルです、例えばレルですよねっていうようなピックを取ってしまうと戦国ゲーミングがスレッシュアフェリオス、こういったドラフトを選択することができるようになってしまいますから、まあ当然といえば当然の V3 e スポーツ選択にはなったんですけど、やはりその試合を見てもらっても分かる通り V3 スポーツはライナ選手にエンゲージがないとなかなか仕掛けることができないというような問題点を抱えてますから、まあ、本当にこのドラフト戦後ゲーミングファーストピックで腕を取ったことによってそれを強制させたというような形になりましたよね。そしてセカンドバンフェーズを終えた後のセカンドピックの流れも非常に見事でした。というのもまず V3 スポーツから増位を抑えていったんですけれども、ここで取ってきた戦国ゲーミングの選択がサイオン、そしてオリアナというこの選択、オリアナは増位相手にも十分レーニングの上で戦えるピックですし、集団戦においても影響力を出すことができるピック、そしてもう1チャンピオン、この先にトップレーンで見せたサイオンというピックがこれ V3 スポーツが欲しいピックだったようにも思えるんですよね。というのもどうしてもその構成全体を見たときに、他のチャンピオンを見たときにフロントラインを張れるチャンピオンというのがまずいないですから、やはりトップレーンにしっかりとフロントラインを置いていきたい。さらにはエンゲージ要素、先ほども言いましたけれども、V3 スポーツはエンゲージ要素としてスレッシュ、ライナ選手のスレッシュのみに偏っているこの状態ですね。ですと やはりちょっと不安ですから、エンゲージもできるピックなおかつタンクとなると、やはりこのサイオンが第一候補に上がってくるんじゃないかなというような気はしていたんですよね。ただここを取られたことによってV3 スポーツとしては選択が難しくなりました。エンゲージができるけどちょっとレーニングが難しいオンを取るのか、ただまあ今回 V3 スポーツが選択したのはこのボリベア、レーニングは勝てるんですけど、レーニングが有利を取れるんですけど、ちょっとエンゲージは心もとないチャンピオン。まあ、ウィズリースポーツ今回のこの今シーズンの全体的な戦い方をこう振り返っていくと、やはり広告選手が有利を取るそこからの試合展開っていうのを作っていくチームですから、まあ自然ボリビアっていうピックは自然なんですけど、ちょっとこのサイオンが取れなかったっていうのがインゲームにおいても、まあこの後ちょっとインゲームについてリクルートさんの方から話していただくんですけれども、響いたのかなというような気がしましたね。リクルさんお願いします。そうですね、ちょっとその動画の方で、まあ、ゲームの決め手となったところっていうのを振り返っていきたいんですけど、まあ、ここですね、一番最初のアクションっていうところでボットに対してのダイブ、まあ、V3 スポーツがやっぱりこうボットレーンにダメージを持ってくるんじゃないか、実際そうスレッシュジンクスっていうドラフトの流れになって、じゃあそこを潰しにかかろうというところで、これ直前にミッドレーンのところゾーイがちょっとブルーバフの受け出しをうまくできていなくてですね、そのコントロール失ってしまっていたんですね。そういったところの状況も踏まえて戦国ゲーミングとしてはすぐさまボットレーンのダイブを敢行した、そしてしっかりと決めてジンクスの成長っていうのを一旦ストップさせたっていうところが、このゲームにおいてまずは流れを作った要因でしたね。
まあ、これが、まあ、戦国ゲーミング、まあ、元々そのボットから作ってくるチームではあったんですけど、そこに、まあ、なおフィットする形でスノーボール加速させた要因にもなりましたよね。なるほど。さあ続いてゲーム2となりますが、はい、サイド選択権が V3 e スポーツになるということで、さあこちらいかがでしょうか。そこを踏まえてですけど、やっぱりこの V3 スポーツ、さっき見たドラフトの流れを踏まえても、ちょっとそのミッドレーンのピックを優先したじゃないですか、セカンドピックフェーズで、はい、あれがちょっとそのチームのスタイルを表しているのかなと。やっぱりトップレーンの国国選手に勝ってほしいのでカウンターを用意したんですけど、はい、結果としてはミッドレーンが潰されてしまって、なおかつサイオンがあった方がチーム的にも安定感があったっていうところで、2つとも失敗に終わったんですよ。そこをちょっとどう変えてくるのかっていうのが次楽しみですね。なるほど。まあね、続いての試合でね、サイド選択権が変わりますから、ここで流れがどう変わるか、はい、それともそのまま行ってしまうのか、これ注目でございます。さあそれでは参りましょう。プレーオフラウンド2マッチ2ゲーム2、戦国ゲーミング VS V3 e スポーツ、まもなくです。さあ本日はプレーオフラウンド2マッチ2の模様をお届けしております。戦国ゲーム VS V3 スポーツのゲーム2、この後どうなるのか、まあ、リクルートさんはね、もうドラフトの後半も失敗に終わってしまったと、まあ、はっきり言ってましたけれど、そうですね、まあ、上3つでかなり偏っていたので、その分予想もしやすいし対策も取りやすかったというところは確かにあったかなと思いますね、うん、リールさんはなんかこう、ここ変えたらとか、ここポイントだったかなみたいなドラフトありました？まあ、V3 がまずスレッシュをなぜ優先しているのかというポイントに関しては、戦国の強力なボットレーンに対してアドバンテージを取るためというところがほぼほぼ大きいかなと思うんですね。ただ、まあ、もう再三言っているように、スレッシュサポートに置くとエンゲージ要素足りなくなるよ、フロント足りなくなるよっていうのことはもう明白なので、であればジャングルはグレイブスではなかったのかな、もしくはミッドはゾイではなかったのかなっていうところはやっぱりありましたよね。さあそれではゲーム2ドラフトどうなるのか見ていきましょう。サイドの選択権、負けてしまった方が次のゲームを持つというルールになっておりますので、 V3 スポーツが持っていました。ブルーサイドを選択、そしてレッドサイドが戦国ゲーミングです。セナ、ガリオ、そしてナーの番が入りました。 V3 としてはスレッシュの扱いどうするかですね。やはりもちろんファーストピックで取るという選択肢あるんですが、同じような形になってしまうことを考えると、バンした上でレルを狙っていく、もしくはヘカリウムを優先した上でレルを取られればアリスター、グラガスで返していくと、まあ、戦国からするとスレッシュバンしてくれないですよね。しないでしょうね。取られても取ってもいいピックに今エンディ選手にとってはなっているでしょうから。さあ悩むぞ、ラストバン V3 どうする。スレッシュバン、あ、ヘカリムにしますか。クラッシュには渡せないとなると、これまたスレッシュ対レルのマッチアップ、まあ、どちらを取るかは V3 次第ですが、ここでオラフバーンしてスレッシュ取らして売り屋取り上げたら面白いですけどね。かなり面白いですね。さすがにそうなったら V3 が売り屋取りそうですけれど。さあラストバーン、時間を使ってノークターン、完全に開けた番になったかなと思いますね。あ、このノクターンに何か意味がというよりかは開けた、そうだと思います、まあ、もしくはファーストピック取らせた上で、あ、なあ、まあ、バンされてますからね、うん、まあ、A 選手警戒っていうのはありつつも、まあ、バン枠が開いたからというところが大きそうですね。まあ、ウディアスレッシュ、ここで、まあ、戦国は何をセカンドピックに取るかですね。まあ、エディキャリーを先に抑えておくか、ジャングルを抑えておくかの2択かなと思います。いや、やり返しですか。そうですね、こうなると、まあ、レルを取って同じようにキルアクションを狙っていく、もしくは集団戦に備えるか、スレッシュに対して安定ピックということであればノーチラス、うん、逆に無理やり有利を取りに行きたいのであればセト、なるほど、どちらかになってきますね。レルを抑え、ここに合わせたのは先ほど戦国はサミーラを合わせました。一番いいと言われているトリスターナはすでにバンをされています。同じようにキルアクションを狙っていくのであればやはりサミーラになりますが、カイサだとどちらかというとレーンはディフェンシブに、うん、レルの仕掛けがうまく決まった時にだけ仕掛けられるという形になってきますね。なるほど。さあレル、カイサと取りました。戦国の、まあ、基本的にはオラフですかね、まあ、バンされる前にと。そうですね、フロント要素が欲しいのは V3 の課題だけでなく、当然戦国がスレッシュを取った時にも同じような
ことが発生するので、まあ、ジャングルは序盤から強くかつフロントとしても機能しやすいチャンピオンですね。やはりヘカリム、ウディア、オラフと消えてしまうと結構今ジャングル悩む形になりましたね。さっきもちょっと話しましたが。そうですね。さあその上でバーンフェーズ2レネプトンの番からです。今回も V3 はコグコグのピックを優先するのか、ただ今回は先に見せる形にはなります。オリアナの番。トップチャンピオンを消していくのであれば、まあ、サイオンは戦国としてもまだまだ欲しいチャンピオンなので、わざわざバンすることはなさそうかなと、まあ、サイオンを出すのであればエイトロックスがちょっと怖いのでそこをバンしておくか。ラムネのチャンピオンプールバンするにしても、これオリアナ、アジール、シンドラとありますから全ては消しきれない。オラフとのそのシナジーみたいなのを考えてのオリアナなんですかね。だと思いますね。ただ、まV3 としても欲しいんですが、やはりフォースピック先に取る権利があるということで、バンしていたと。ジリアン面白いですね。ここはどういう狙いのバンなんでしょうね。まあ、トップに DPS 置いてくる可能性が V3 としては高い中で、トップ AD の DPS にミッドがユーティリティタイプと。ああ、そしてセラフィーンも消さなければいけないと。おっと、ちょっと来るかなと思ったんですよね。ミッドルールですか、それともトップルールですか。どっちもありだと思います。ある意味で相手のトップのピックを制限するようなフレックスルールですよね。まあ、どっちにしろ最終的にこうジンクスをキャリーさせる役割なんですが、今回はやめて、まあ、かなり安定したビクター。まあ、マッチアップ試合では最悪トップルールトップカルバ出しても悪くはない構成ですけどね。もうエンゲージオスというのを完全に捨ててディスエンゲージとユーティリティムーブスピードのところで勝負していくという意味では、まずオラフとのシナジーが非常に序盤のところから中盤にかけてずっとそうですよね。に加えて中盤以降のスピード気味の集団性も非常に強化されますが、面白いですね。エースの得意なロームチャンピオンでいきますか。ツイステッドフェイト、なんか久々に見た感じもありますよね。ツイステッドフェイト、ガリオ、このあたりは、なんかエースがミッドから動くピックってやっぱりガリオのイメージがありますから。そうですね。もしくはレネクトンですか。さあツイステッドフェイト、ここをまあ用意してきたチャンピオンになってくるでしょう。そしてあサヨンではなくそれでもモリベア。これ序盤のダイブアクションかなり強い構成ですね。先ほどやられたような形を、まあ、やり返せるんじゃないかという構成にはなってますね。そうですね。でトップのところも返していくのであれば、カミルでキルアクションを狙っていくなんですが、今回は基本的にスレッシュジンクスのラインにリソースを集めなければいけないと。まあ、やっぱりフロントラインが大事ことなので、そうですね、トップはまあイーブンで過ごしやすくリソースをあまり必要としないチャンピオン、タンク系のグラガスを選んできましたね。さあここまでね V3 のドラフトの話を、まあ、アナリストデスクもここでもやったんだろう、聞かなきゃいけないでしょう。今回の構成はどうでしょう。 V3 としては一転して、まあ、集団戦にかなり寄っていると。かつ、まあ、ボットレーンを狙いどころにしてティセットヘイトやボリベアの TP アクションで、まあ、ダイブは非常に強い。で場合によってはボットではなくトップサイドのダイブアクションというのもかなり強いと、いう中で、まあ、状況に応じてダイブのクオリティというのをどこまで、確保していけるのか、でそこからのオブジェクトコントロール集団戦というのを狙っていきたい構成になってますね。今回は先ほどのような難しいような構成ではないですかね。まあ、ある意味で序盤アクションが起こしやすい構成なだけに、どこまでしっかり決められるのかという難しさはあるものの、まあ、集団戦自体はかなりやりやすいですし、序盤の狙いというのもはっきりしてますよね。それに対して戦国は、戦国ゲーミングとしては、まあ、プロテクト気味の、カウンターエンゲージ構成なんですが、まあ、しっかりとフロントラインを2枚用意できているというのに加えて、エンゲージ要素というのもトップレーンのグラガスで確保できているので、まあ、先ほどの1ゲーム目の V3 と比較すると非常に戦いやすくはなっているかなと思います。あとはもうやはりエンティ選手、ライナー選手のボットレーンでの差し合いですよね。ここ本当にスキルマッチアップ、基本スレッシュ有利なもののスキルマッチアップとなっているので、ジャングルの関与を絡めてどれだけボットの主導権を抑えていけるのかが両チームにとって大事になってきます。さあそれではラウンド3へかけた BO5 2戦目見ていきましょう。さあ始まりました LJL2021 スプリングスプリットプレーオフラウンド2マッチ2ゲーム2、戦国ゲーミング VS V3 スポーツの試合。
スタートです。さあそれではコーチインタビューから見ていきましょう。はい、こちらには V3 スポーツからドラゴンコーチにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは前回の試合から2週間空きましたが、この時間で準備してきたこと、修正してきたことなどはありますか？ソフトバンクの試合で結構中盤以降の動きがあんまりにも良くなかったので、はい、そこを意識してみんな改善したと思います。なるほど、中盤以降の動きを改善してきた、はい、ありがとうございます。そして今回の試合でこう注目してほしい選手はいますか？今回の試合で注目してほしい選手としては、やっぱムージン選手かエース選手がどれだけ動けるっていうところを意識して見てほしいです。わかりました。ムージン選手、はい、エース選手に注目ということですね、はい、ありがとうございます。 V3 スポーツからドラゴンコーチのインタビューでした。さあ中盤のアクションの改善、そして今回の試合でいうとミッドジャングル、ここで動かしていきたい、やはりツイステッドフェイト、そのためのピックのようですね。そうですね、 TF がどれだけ動けるかは無人選手がどれだけミッドでの有利を作ってくれるかにもかかってますし、まあ、もっと言えばボットレーンのアクションを成功させるために 2-2 でライナ選手がエンティ選手をフラッシュを落とせるかというところも非常に重要になってきますね、うん、さあキーストーン表示されています。エース今回解放の魔導士選択、そしてエンティはガーディアンですね。全体的に、まあ、基本的なルーン選択になっていると思いますね。さあここいいダメージトレードだ、セプション発動、かなりの体力の有利を作りました。ただビスケットも選択しているので、まずここから体力のリカバリーは効きそうです。 AI フーウィルウィンでは 52% 戦後ゲーミング、先ほどよりも 1% 上がりましたね。そうですね、まあ、ここはねドラフトのことを加味してなので、まあ、全体的にパワースパイクや構成がやはり非常に整っているというところは起きそうですね。パワースパイクで言ったら相当な時間戦国有利ですね。こうなりますか。10分ちょいのところで反撃の可能性はあるものの、ただそこから戦国有利が続いてみたいな、ツイステッドフェイトの時間ってあまり加味されてないような感じもあってね。そうなりますよね、どちらかというと先手先手を取って序盤有利なのは V3 の構成のような印象を受けますけどね。まあ、それだけスレッシュジンクスの組み合わせがもしかしたら強いのかもしれませんね。さあお互いトップサイドからぐるっとキャンプをクリアしてきて、ボットサイドのスカトルを獲得したのはクラッシュ。まずはリコールはしていませんが、かなり体力戻りました。それでもここをしっかりとダメージ与えていく、ここのところのレーンのコントロールというのは先ほどと同じくしっかり取ってますね。そうですね、序盤のところは本当にボリビアの強さを生かしてですね、マッチアップ的にはこれがヘラルドが関与する8分から10分まで続くと思うので、うん、あとはもうそれを生かしてヘラルドどう抑えていくかですね。ちょっと2対2の割合起こっているぞ。イグナイトを使ってフックはミニオンに吸い込まれた。ただ体力有利は取りましたね戦国、イグナイトが一方的にダウンは戦国、ライナーを残しています。トップサイドにやってきたのはクラッシュ、無人は遠いぞ。さあまずはボディスラムから、ここ少し前に出てしまった、ここを狙いに行く、斧は届いてスローが入る、テンパの一撃、シールドが相まってここはサマナスペルを温存して引くことができました。どちらかというとパズ選手に一度リコールタイミングを作らせるのが目的のようなガンクアクションになりましたね。サムジここに入りに行く、テレポートでやってくるのは広告だ、クラッシュフラッシュアウトですがそのまま追撃、無人なんとファーストブラッドジャングル同士のソロキルだ。でも本当になんかこれが無人選手っていう気がしますよね。やっぱこういうプレーですよね。グレイブスよりはもっと序盤からキルに絡んでいけるようなチャンピオンを選択してとりあえずファーストブラッド取っていくとでそこの流れからジャングルミッドに、有利を広げていってオブジェクトをコントロールしていくっていうのが、まあ、一番理想的な本来の VC の形かなと思いますね。 LGL のレギュラーシーズン途中までずっとファーストブラッドの関与率 100% でしたからね。これが止めれなくて苦労していたっていうようなチームですからね、はい、さあまずは自分たちのいい調子を取り戻したんじゃないでしょうか。そこからラインのタワー下の仕掛けですがエンティもしかフックを当てている。ただ先ほどイグナイト差があるか、クラッシュアウトしましたが追撃が届いてライナは生き残ることができなかった。そこに突撃してくるのは無人、ここは取れればホロなんと2キル目になるぞ。
ガンゴダメージは出すがもう体力マナもない状況。クラッシュも駆けつけたが無人の方が早い。クレンズ発動したもののダメージは通った。そこからの2対1クラッシュなんとかハローだけでも落としたいが届かない。3キル獲得は V3。 V3 としても一つなんか意地が見えたような、逆のマッチアップになったらこっちは勝つよと。それにしてもライナ選手のキルラインの判断が凄まじいですね。これ単純な2対2から仕掛けてますね。タワーが入っているわけでもないので、これキルラインなんですね。で結果としては、キルトレード。ただスレッシュのフラッシュを落とした方がレールにとってはありがたいので、この後のプレッシャーというのもかなり V3 側が有利になりそうですね。いやここもよくタワーの範囲ギリギリで、これでハロー 1-0 に。これで V3 としては、まあ本来のトップリソース、ミトからトップリソースの形をかなり取りやすくなりましたね。ボットがハロー選手にゴールドが集まったことによってある程度放置しても安定してくるだろうというところはあると思うので。いやすごいすごい、追いかけてきてレッドバフクラッシュ獲得できません。レベル5なのでラグナロクもない、無理ができない。これがやはり V3 のチームスタイルとしては一番やりたかったこと、うん、ただ対戦国ということを考えるとやはりボットレーンにもリソースを割いていかなければいけないという問題が開始7分の時点で解消されちゃいましたね、うん、ただここからさらに見ていきたいのが V3 のそのレギュラーシーズン調子良かった時のデータを見てもファーストブラッドを取った後のアクションの回数がこう少なくなりがちだったので、まあ、今のボットの仕組みもそうですが増やしていくところを見たいですね。そうですね。さあミッドルは無人のいいガンクからクラッシュを使わせることに成功。さあそして今度はエンティがフックで決めてトラップ連携しっかりと合わせてガンゴはキル回収。大量のミニオンドトミクラッシュも寄ってきてはいますがだいぶは行わないようです。タワープレート2枚目を獲得して下がることになりそうか。さあ今度は戦国は1キルをボットレーンで回収です。綺麗なスキル回しでしたね。フックに対してのガンゴ選手のトラップの位置が本当に絶妙で、うん、フレーなくても判定が出るような位置にきっちり置いてるんですよね。それによって、トラップの CC 時間が切れる直前でフレーを合わせることによって、まあ、CC が最大限、使用できると。ただここまで2対2の争いが続けてサモノアステル互いに切っているとツイステッドエイト刺さりませんか。刺さります。なので本当に V3 のボットレーンとしてはもうこの時点で100点満点の仕事していると言えますね。このバチバチに戦っている状況がかなり美味しい状況ですよね。そうですね。結局同じキル数のトレードでもフラッシュさえ落とすことができればそれ以上のプレッシャーを生み出すことができる構成になっているので、あとはもうミッドジャングルがこの状況をどう料理していくかと、うん、いうことになっているかなと思いますね。さあヘラルドもしっかりと V3 獲得しました。ここまでエースまだ飛ぶ動きは見せていませんが、このガンゴエンティのフラッシュがない時間帯がチャンスです。ただもうリコールタイミングもワードで把握されているのでフリードラゴンになりそうですね。ここはうまくオブジェクトのトレードに持ち込んだと言えるでしょうか。クラウドドレイクの獲得戦国ゲーミングになりそうです。次がオーシャンということはインファーナルかマウンテンですね。まあ初めにクラウド出ると安心しますね。本当に安心ですストレスが一切ないですね。いや本当に前そのクラウドドレイクの話聞いた時リグさんの顔が普通に怖くて安心しました。今日はクラウドソウルのもしかしたら出ない日かもしれません。ミッドシーズンの大型アップデートで修正が入ること本当に願ってます。消そうとしてませんか。3つにしてもいいですけどねさあボットレーンにまた集まってきているぞ。ライナーアルティメットはありません。経験値的にどうか。後ろからクラッシュが回り込んでいますがこれはワードによって見えたでしょう。おっとクラッシュリコールに入りました。場所が見つかればエースが飛んでくるぞ。ムージン選手のヘラルドどう使っていくかですよね、うん、ゴールドを入れたいのは基本的にはホットもしくはまあミッドでもいいですね。ミッドが1対1のところでプッシュ動権がより取りやすくなるように選手の装備整えるというのでもいいですが、
ミッドにゴールドが入る、なんならタワーが早めに割れたら追跡といえてやはり飛び回れるっていうところの性能より活かしやすくなりますからね。そうですね、まあ、もしかすると可能性としては広告選手テレポート上がるのを待って5人でボットダイブアクション、さっき見たやつですね。そうです、あれをそのままやり返すと。しかも今回ボリビアなので、まあ、より強力になってますよね。そうですね、タワー止められますね。でそこでキル2個取った上でヘラルドを使えば、まあ、ファストアーマーで十分つながるだろうというところはあると思いますが、だから広告本当にこのレーン強い、 CS はすごいことになってますよ。あ、無人が走ってフラッシュインスタン、そこにクラッシュもいた。それを見てどうするか、カストも展開はラムネ、体力は減っているので下がっていくのは戦国サイド、 V3 も無理はしませんでした。サモナースペル的には、まあ、無人一方的にフラッシュをダウンしたということになりましたね。そうですね、ただミッドのプッシュ主導権はこれで一時的に取れるのでワンアクション使えるかどうかですね。ここでマナ的にはエースあまりありませんが、さあラムネのタワーダイブを警戒しなければいけないので、プレートどうだ、届きはしないか。そして今度は無人トップレーン、おごりを使ってミニオンクリア、デスティニーを使ってトップに飛んでくる。スタンからテンポの一撃、クマの刀のスタンが相まってパズフラッシュを使いましたが逃げられない。1キル獲得は無人、ミニオンがいなくなるので少しタワープレートをスムーズに削るということは難しそう。その間にミッドのタワープレートをラムネが獲得です。ファーストタワーまで、あー取れそうですね。ヘラルド使うでしょうか。完全に V3 の得意な形入ってますね。それにボットのアクションが織り交ぜられているというのはやっぱ変化ですね。そうですね、ただ戦国は戦国で最序盤のあのビハインドがありつつもよく持ち返してますよね。タワープレートがっつり削ってますね。さあそれでもトップのアウタータワー、そしてファーストタワーの破壊 に成功は戦国ゲーミングにはなっている。イコール阻害S 入れてマナが少ないが、あー横から走ってくる、足が速いぞ無人、ランページコール401だ。なんか本当に生き生きしてますよね。してますね。多分無人選手ファーストブラッドが本当にガソリンのような役割だと思うんですよね。そうなんでしょうね、ガス欠の状態から始まってるんですかね。そうですそうですちょっと入っただけで本当に燃費がいいですよね。あやっぱ給油しないといけないんですねそこで。一度入ればこの強さですから、もうレベル3、2ですよ。すごいですね。いや狩るものがないクラッシュ。トップでのリードというのも確定している。ボットはリソースはあまりかけられてはいないものの、まあイーブンちょっと振りぐらいですかね、うん、で持ちこたえていると、かなり V3 にとっては理想的なゲーム展開だと思いますね。あそこやっぱトップにエースを飛ばすというのは結構意外でしたね。そうですね、本当になんか V3 らしいなとは思いますよね。このアクションによって集団戦のにらみ合いのところでの、まあ、フロントラインの2人、無人選手、広告選手が、まあ、かなり、動きやすくなると。その中でのエンゲージ、あとはハロー選手は本当にゴールド集まらなくても DPS がかなり出せるという燃費のいい選手でもありますから、まあ、最終的にはキャリアをしてもらうと。ただ今回しっかりとリソースも使ってもらって、これで先ほどイカシャナーメの進化もできたよという表示できてましたから、集団戦狙えるんじゃないですか。ゴールドは結構つけてますよ、3000ゴールド以上ですか。V3 にとってちょっと辛いのがハロー選手のミシックがまだ完成していないんですよね。急進化はできていると思うんですが、まあ、無理やり AD 積んだビルドになってますね。そうですね。あただここ降りてきました。あ取りに行きますね。戦国ここどうしますかね。一つ余裕があるので無理はしませんか。うん、してますね、まあ、戦国としては本命はガンゴ選手の通行はできてからなんですが、狙いそうだ。ライナがはぐれてしまった。無人がヘルプに寄ってくる。ライナフラッシュはあるぞ。いやたらリンクを使って逃げることに成功。メガデスロケット無人が体で受け止める。なんかちょっと怒ってますが守らせるなよみたいなメッセージが見えましたが、まあ、しっかりと守ることを成功しましたね。まあ、ここでフラッシュ温存できたのは非常に大きいですね。
レルはほとんどフラッシュあるかないのかでパフォーマンス半分ぐらい変わってきますから、やっぱり攻めるために使いたい。そうですね、集団戦の睨み合いエンゲージのところで使えるかどうかで全然活躍度合いが変わってきますね。おっとクラッシュ、ラグナロクはあるが斧当ててダメージは返すことに成功、ただファームができない。そう、これ使わされるだけでかなり辛いんですよね、クラッシュ選手としては。このラプター何個目だ、3つ4つ取ってますよね。巣は取ってる気がしますね。そして今クルーグもコグコグが上で食べてるんですよ。クラッシュ選手にとっては本当に悪夢のような時間でしょうね。ヘラルドはトップの主導権を生かしてフリー、これでミッドのファーストタワーもかなり取りやすくなりますし、まあ、何より次のドラゴンの睨み合いでポジション有利が取れますよね。これジャングルのゴールド差すごいんじゃないですか。401と020でこの CS 差でしょ、2000ぐらいついてそうですよね、アイテムを見ただけでも。はい、相当硬いですよこの無人は。レベルも先行11レベルですから、まあ、簡単に考えてもそれだけでもまあ2000ゴールドぐらいの価値ありますね。そうですね、5100と7200、あぴったりちょうど2000ぐらいはついてますね。レベルでかもう計算したら4000ぐらいですか、ぐらいの価値はありますね。でこれトップレーのところでもかなり差がついていると。でこうなるとフロント2枚が育っている状況でガンゴ選手をキャリーしようと思うとやはり貫通アイテムが必須となってきますよね。あれなんかその話さっきしましたね。そうなんですよ。ただジンクスは AS が非常に重要なチャンピオンなので2コア目にやはり AS アイテムが欲しいと、去年はファントムダンスを買っていくしかないので、これ3コアまで待たなきゃいけない、その話もしましたね。逆の展開になりましたか。完全に逆になってますね。だポイントとしては V3 が先ほど辛い状況で3つ目のドラゴンを戦いに行ってしまったんです、ええ、スノーボールのきっかけを与えてしまったと、うん、いうところがある中で戦後ゲーミングが次のドラゴンどう判断するかですね。あーギリギリ届きませんか。ヘラルドで壊れたらなんかそのまま後ろから広告がみたいな状況でしたが、おっといやもうこれ全力で、あーまた使わされましたね。そうそう、ここ攻めに行くか。フックは引っかかっている、そのままついていった。エンティー仕掛ける動きいったら横からハローもやってくれたら、しかに先にクラッシュは HQ 獲得に成功、ラムネも駆けつけてくる。ハローがアルティメットを使って切り返しに成功だが、カオスストームのダメージが非常にいい形で入っている。取り残されたのはハロー。ここで戦国一気にキルを取り返します。24トレードだ。しかもガンゴ選手かなり入ったんじゃないですか。シャットダウンもあったでしょうから、いや全部アシストですね。あーまあ、今のシーン譲るということはできなかったのでかなりギリギリでしたし、そうですね、これ3つ入ってたらゲーム決まったって言ってもおかしくないぐらいのアドバンテージになってましたね。リプレイです。ここはどうだったんでしょう。ハロー遠いですね。そうですね、メイン DPS がいない状況で広告選手としてはオラフのアルティメットを落とすだけで下がりたかったんですが、エンティ選手が無理やりついていくことによってエンゲージを決めたと。ガンゴはフリーダメージですね。これまだ 1.5 コアなのでそこまでダメージ期待できるような装備状況ではないんですが、あのスキルは全て当たってましたね。全部当ててますね、ロケットランチャーもしっかり決めて複数当てた上でアルティメットまで叩き込んでましたから、まあ、これでかなりオラフがカムバックしてくるのと、ラムネ選手にも少しゴールド入りましたよね。あしっかり出してますね。あクラッシュ選手かなり出してたんですね、やはりこうバラバラの状態から始まってしまった分だけ余裕がありましたね戦国。そうですね、おっとクラッシュラグナロクが使用してランタンには乗れた。あただドラゴンの前にアルティメットとかダウン、先ほどの集団戦勝ちはしたもののちょっとこれは苦しいか。V3 としてはもう徹底してクラッシュ選手ファーストフォーカス、ラグナロクを落とさせてから一回ブレイクをして次の睨み合いに備えるんですよ、ね、いやこれは予想できないが1対1無人とりあえず殴っていく。ドラゴンまで1秒アップしました。おお、デスティニーからランタン回収、さらにはフレームを使ってエンティ、素晴らしいディスエンゲージ。戦国としては当たりにくいでしょうか。出さなくなった。これはラグナロクがないのでかなり苦しい状況。時期難流、一気にエンゲージ仕掛けていくのはライナ、ただそこをしっかりとさばいて戦後キルを返していきます。そしてみるみるダメージを出していくのがガンゴ。2キルと1キルの交換、
ドラゴンに触れるのは戦国ゲーミングだ。犠牲ゲージと反転の判断が本当に素晴らしいですね。というかレルの仕掛けをエンティ選手完全に抑え込んでますよね。さあ集団戦で上回っていきます戦国ゲーミング。ドラゴン獲得、全体のゴールドこそ負けているものの、これでガンゴ選手が通行は、あ、ランダムがないぞ。走ってくるぞ。そして返した。このコンボは強力。スタンからのキラーボイド、ハローが1キル獲得です。ビクターボットに見えていてテレポートがない情報があるのであれば、バロンですか。バロンやっても面白いですけどね。気づいてはいる。テレポート味方を寄せた。慌てて駆けつけるのは戦国サイド。トロメインのキャリーがいないぞ。横からパスが狙ってはいきますが、まずはラグナロクを使わせるアクションですが、そのままキル回収に成功。そしてパスがエンゲージをハローに決めている。おごりはクラッシュでなんとか手前に寄せることができました。そこからダメージを出してはいくもののキルトレードになってディスに横から飛んでくる。ここで暴れていくのはコグコグとエース。バロンに引き寄せてからの集団戦、メガデスロケットが飛んでくるがどう刺さるか。エンティ取り残され、メガデスロケットは外れた。4キル獲得は V3 スポーツ。体力状況少し不安ですが、あー、ハニーフルーツあるのであれば十分いけますか。ます、ね、やはり全体的にゴールドが負けている中で唯一育っているガンゴ選手がいない中での集団戦、戦国にとってはかなり苦しいものがありましたね。ライナも落ちたのでとは思いましたが、勝ち切っていきました。バロン獲得 V3 スポーツ。これでグッと流れ引き戻すことに成功してますね。いや、ハロー7キル1ですと4アシストですから、キャリコース入ってますね。リプレイです。ここのムージン選手、ハロー選手のキャッチの判断が素晴らしかったこと、いいアイデアでしたね。最速でバロンに走ってますよね。この状況判断の正確さも本当に素晴らしいですね。ここも結果的にはその集団戦のまあ前にラグナロク切らせたっていう評価になるんですかね。そうですね、かなり結果の悪気で危ないプレーだったかなとも思うんですが、ただまあ本当に結果としては相手にスキルを使わせてフロントライン溶かすことに成功してからの追撃ファイトに持ち込めているので、非常に良かったエンゲージだと思いますね。最後もラグナロクが切れるまでエースゴールドカードを待って待ってスタンにつなげるというシーンありましたね。しかもディスセットフェイトが通行はラピッドファイヤーキャノンを積んでいるので、まあ、細かなエンゲージキャッチのような動きも強いですし、まあ、CC 要因として今この時間帯非常に強いビルド状態になってますね。このエバーフロストを使った CC の時間が非常に長いという新しいビルドオーダーですね。遠距離からスタンを当ててエバーフロストで固定すると。お、全連プッシュ一気に稼ぎに行ってますね。しかもこれ直前までボットをプッシュされていたので、戦国の面々もかなりボットに人数割いているんですよね。今こうトップに行かなければ行かなければというピンが出て移動してますが、これちょっと怖いですね、選手視界は全くないですからね。ただミッドを押してもらえればどうでしょう。横からクラッシュ、斧は投げた、スローも入っていますが、これはタワーを守る動き、そして相手が見えたのでトップのタワーをエースが破壊です。ではサイドレーンをプッシュしているジャングラーがいますね。まあデッドする心配ほぼほぼないでしょうから。ないですね。むしろ人数かけてくれるのであればかなりありがたいというような装備状況になってますね。パックンチョッパー引っかかればフックつなげていけるぞというシーンですが、さあどうする。壁越しにダメージを出してはいきますが足りなかった。カオスストームを展開しているもののキルには届いていない。横からパスエンゲージはできるか。ディスティニーを使っているのはエース。ライアンがプレッシャーをかけて下がらせます。少し危ないシーンには見えました。ドラゴンのためにリセットですが、これで V3 タワー、ボットタワーが1本、トップ1本、計2本ですか。まあ理想で言うともう1、2本欲しかったところではありますが、まあ十分ゴールド差というのは稼げたかなと思いますね。さあバロンパープレーは3400ゴールドほどになりました。太郎選手3コアにストップウォッチまで完成させてますからね。
これはエンドを狙うような集団戦してもおかしくないですね。おかしくないですね。ただ一つ問題があるとすれば、はい、ガンゴ選手にもスリーゴ入っていると。なるほど。エンゲージをあまりにも綺麗にさばかれてしまうとちょっとフロントライン溶けちゃうかなっていうようなキャリー状況になってますね。集団戦のクオリティでいうと先ほどから戦後かなりいい、かなり高いですね正直、まくってもおかしくはないですね。さあドラゴン先に触ってると戦国さあ張り切った後横からこぐこぐ見ているぞ。スローは入った。まずはスタンを与えていく。おごりを使って相手を分散、ダメージフォーカスさせない、1キル獲得。そして手前に寄せていってからパーツのエンゲージ、ハローフラッシュアウト。そしてジギラにライナー返していってダメージ稼ぐ方、エースにスタンが入っていますがそれでも止まらない。今度はライナーが見せたトリプルキル獲得はハロー。エンドに向かいます。レルの AOECC からのカイサのハリケーン、凄まじい白地でしたね。そこまでは戦国これはあるぞという集団戦でしたが、いや本当に1人相手のフロントを徹底的にフォーカスして人数差作ってからの反転、お手本のような戦い方だったんですが、まあ、やはりゴールド差もありましたかね。さあこれで BO5 1位になりそうだ。さあ全員全力でフックを避けてネクサスを破壊。さあこのゲーム2勝利したのは V3 スポーツとなりました。やはり構成マンピックのところでかなり修正が見られたゲームでしたよね。加えてやはり V3 対戦国ということでボットレーンかなり重要視してるんだなというのが見れる中で、そのあたりもかなり本当に成果見られましたし、でその上で本来の V3 の形に持っていくと理想的なゲーム展開だったのかなとは思いましたね。さあ最後の集団戦のリプレイです。これまず戦後ゲーミングの戦い方が本当にこの2000ゲージプロテクト AD キャリー気味の構成ということを考えると理想的なんですよ。敵を引き込んで引き込んでフロント CC 当てながらこのグラダスのおごりですよね。これ完璧ですよね。前後分担していると、これでライナー選手もセカンドエンゲージいけなくなってしまっていたので、でパズもしっかりと相手の攻撃に勝ったかなと思ったんですけど、ね、ここで勝ったかなと思いましたよ。やばいの入っちゃいましたね。やばいの入っちゃいましたね。そしてハローが入ってきて、いや減り方がおかしいだって今エース捕まってたんですよ。多分キューとオートアタックだけで1500ぐらい出てると思いますいやまあただここでV3 スポーツも立て直してきましたから、この後結構こういうお互いの集団戦が非常に重要な戦いっていうのが、まあ、今後予想されるのかなっていう感じもしてきましたね。そうですね。戦国としては、まあ、実際スレッシュを運用したボットサイドアクション一度キル3キル分ぐらいですか、取られてしまうアクションはあったものの、まあ、それでもボットレーンの主導権というのを維持しながらプレート4枚ほど取っていたということもあるので、判断難しいところですね。このままこの戦略を継続しながら、まあ、無人選手のアクションもしくはチャンピオンというのを制限していくっていうのもありますし、まあ、ガラッと集団戦構成に変えてもいいですし、何せよガンゴ選手はカリスタのようなチャンピオンも残ってますからね、選択肢としては。あとは、まあ、どこまでこの後影響してくるか分かりませんが、ウディアとレールを取ったチームが勝ちましたね。そうなんですよね。もうヘカリムは今日開くことはないだろうと、開かないでしょうねいう前提で、そうなってくるとやはりウディアはかなり重要になってきそうですね。あとコグコグがボリベアを使ってこの2回立て続けに連戦でしっかり有利を作ってるっていうのはこれはどうなんでしょうね。かなり大きいと思いますね。最序盤やはり V3 の狙いとしてはボットにリソースをかけてまず安定させるというところがある中で、最序盤リソースをもらわなくても連主導権が取りやすいのがボリビア、うん、今のメタだとレネクかボリビアぐらいになってくるかなと思います。なので、このあたりもセカンドピックフェーズまでもつれ込むのであればワンしておきたい。ただ V3 ファーストピックフェーズ抑えておきそうな気もしますよね。うん、さあ続いてはこれで戦国ゲーミングが最大選択を得るという形になりました。11になったこの試合 BO5 本日何戦まであるのか非常に楽しみですが、ゲーム3まで一度インターバルです。
さあまずは自分たちの調子を取り戻したんじゃないでしょうか。そこからのラインのタワーシャイの仕掛けですが、エンティもしっかりフックを当てている。ただ先ほどイグナイト差があるか、クラッシュアウトしましたが追撃が届いてラインは生き残ることができなかった。そこに突撃してくるのは無人。ここは取れればホロなんと2キル目になるぞ。不完後ダメージは出すが、もう体力マナもない状況。クラッシュも駆けつけたが無人の方が早い。クレンズ発動したもののダメージは通った。そこからの2対1、クラッシュなんとかハローだけでも落としたいが届かない。3級獲得は V3 広告はみたいな状況でしたが、おっと、いやもうこれ全力で、あまた使わされましたね。そうそう、ここ攻めに行くか。フックは引っかかっている。そのままついていった。エンティ仕掛ける動きいたら横からハローもやってくる。ただ先にクラッシュは HQ 獲得に成功。ラムネも駆けつけてくる。ハローがアルティメットを使って切り返しに成功だが、カオスストームのダメージが非常にいい形で入っている。取り残されたのはハロー。ここで戦国一気にキルを取り返します。ニオトレードだ。戦国としては取りにくいでしょうか。たくさんが決まった。これはラグナロクがないのでかなり苦しい状況。次期乱流一気にエンゲージ仕掛けていくのはライナー。ただそこをしっかりとさばいて戦国キルを返していきます。そしてみるみるダメージを出していくのはガンゴ。2キルと1キルの交換。キャリーがいないぞ。横からパスが狙ってはいきますが、まずはラグナロクを使わせるアクションですが、そのままキル回収に成功。そしてパーツがエンゲージをハローに決めている。おごりはクラッシュでなんとか手前に寄せることができました。そこからダメージを出してはいくもののキルトレードになってディスに横から飛んでくる。ここで暴れていくのはコグコグとエース。バロンに引き寄せてからの集団戦。メガデスロケットが飛んでくるがどう刺さるか。エンティ取り残され、メガデスロケットは外れた。4キル獲得は V3 スポーツ。さあドラゴン先に触っていると戦国さあ張り切った後横からコグコグ見ているぞ。スローは入った。まずはスタンを与えていく。おごりを使って相手を分散、ダメージフォーカスさせない。1キル獲得。そして手前に寄せていってからパーツのエンゲージ、ハロークラッシュアウト。そしてジキラにライナー返していってダメージ返せるか。ただエースにスタンが入っていますが、それでも止まらない。今度はライナが見せた。トリプルキル獲得はハロー。エンドに向かいます。レルさあこれで BO5 1位になりそうだ。さあ全員全力でフックを避けてネクサスを破壊。さあこのゲーム2勝利したのは V3 スポーツとなりました。